んにちは、シトレイです。楽天ファッションウィーク後半ですね。今いるのはですね、渋谷ヒカリエの前におります。今回はですね、どこに行くかと言いますと、まず一番最初は、ミスターイット初のショーですね。その後にマリメッコに行って、最後はアンリアレイジオムですね。何着てるんですか、今日これ。このワンピースはレ・バカンステイリーナですね。これね、結構褒められます。あとシャツはレショップのシャツで、靴がウエストンかな。はい、そして会場に来たんですけれども、もう結構人が入ってますね。割と大人めな感じの人が多いかなって印象ですかね。ミスターイットはですね、伊佐川くんって人がやってるんですけども、伊佐川くんが、パリのエスモード首席で卒業して、あのマルジェラでデザイナーをやってたんですよ。で、2017年くらいから戻ってきて自分のブランドを始めるに至ったんですけど、私も何回かお話ししたことあるんだけど、すっごいね、ユニークなアプローチでものづくりをするの。そしてインビテーション見てもらっていいでしょうか。やばくない？スピードゴーゴーヘブンの、しかもちゃんと中身入り、すごくない？で、この今回のテーマにかけてあるのかかけてないのかがわからないんですけども、スピードにかけてるのか、ゴーゴーヘブンにかけてるのか、 CD にかけてるのかわからないんですけど、期待大です。彼女のインビテーション、何だったユキかジュリマリだってことは、この90年代後半のイメージなのかな。本日はご来場いただきありがとうございます。まもなくミスターエッドのランウェイショーが始まります。ランウェイショーミスターエッドの初めてのコレクションぜひお楽しみください。よろしくお願いします。拙いハート出てきた。
のかありかなみたいなところに落とし込んでるところがすごい技だなと思いますね。また洋服着てる。この帽子かわいいですね。ちょっとだけツバ長いんですよね。モジモジ君みたいな。全身真っ赤って、あ、すごい。ジャケットなんだけど生地がすごい柔らかい素材だから、こうジャケットがこう溶けたみたいな感じになってます。すごい、こんなすごいな。自転車なんですか、この自転車は。自転車に洋服着せてるっていうことですか。かわいい。自転車だって寒いから服くらい着ますよね。もしかしてこれは最終日のデニムランと掛け合わせてるんじゃないでしょうか。多分違いますね。もうそうですね。シャツの上にブラ重ねてそう、かわいいな。見慣れでこのノイズって面白くない。あと全員があのちょっとツバの長すぎるキャップかぶってますね。なんかフィナレってみんな華やかなはずなのに、こんなノイジーなフィナレにするのもなんかミスターイットっぽくて面白いなって思いますね。ミスターイットの初ショーどうでしたでしょうか。すごいミニマムだからこそ引き立つショーでした。特に私はあのシャツ、後ろが長いあのシャツがすごく印象的で、実際着たくなりましたし、ああいうシンプルなアイテムであそこまで華やかに見せる服、さすがミスターイットだなと思ってすごく楽しみです。なんか私すごいもの見たような気がする。あ、すごい。初めてのショーに立ち会えたことが多分メモリアルなことになりそうなくらい私結構すごいなと思った。センス的にもダサいかダサくないかのギリギリの攻め方をしているっていうところ、色の合わせ方とか柄の合わせ方もそうだし、あとシンプルなシャツだったりとかジャケットを溶かしたみたいなデザインになってたりとか、見たことないものがすごい多かったなっていうのが印象的でしたね。ちなみにですね、この CD なんか意味があるのかなとか90年代っぽいの出してくるのかっていろいろ考えたんですけど、聞いたらそんなに大きい意味はないとただ普通のインビが嫌だったから、これにしたらしくて、かつデザイナー自身が書き集めたらしいですよ。あのメイン会場の端一角になんかちょっとあるんですけども、ですね、あれですね、前回あのご紹介したフルスの展示みたいなのをやってるみたいですね。この間あの JFW のネクストブランドアワードの特別審査員賞かな取ったんですけど、それの展示ですね。今シーズンの秋冬かな、ニットだったりとか重ね着してたりとか、ちょっと汗った感じだったりとか、やっぱちょっと可愛い系の感じですかね。少年みたいな感じですかね。可愛い、ほっこりほっこりしたやつとか、あとはニットのベルトとかあるよ。ほら、可愛くない？ねえ、面白い。こんな感じだったりとかですかね。お疲れ様でーす。すごくないですか？なんで BM ですか？です。今週1週間お世話になってるんです。楽天ファッションウィークさんがご用意してくれた車なの。BMW の i7 でございます。はい、ここですね。東京国立博物館表敬館でございますよ。これがウニコ柄なんですけれども、今年で60周年を迎えるマリメッコのこうシンボリックな柄になってるんですね。中はですね、なんか多分明治とか大正とかそういう時代に建てられた古い西洋の館みたいな感じですかね。日本近代の匂いがします。マリメッコはフィンランドを代表するあのテキスタイルのメーカーなんですけども、1951年とかそういう戦後すぐに始まったブランドになります。で、私ね、行ったことあるの、フィンランドに。で、マリメッコの工場も行った。あとマリメッコの後はマリメッコが全部施されたホテルにも泊まった。あとマリメッコの社食も食べた。すごい言う、ね、すごい言う、すごい。だから割とね、あのマリメッコに対しては一元孤児です。ニコ柄を
模したシャツになってますね。こっちもウニコか。ここは全部ウニコだけで構成するのかな。華やかなものから始まるのかなと思ったら、結構黒いシックなものから始まるのが割と意外でした。ワンピースですね。私はあのマリメッコといえばワンピースってイメージ結構ありますね。結構体の線を拾わない、こう空気をはらんだみたいなワンピースのイメージ、私はマリメッコになります。あ、これとか可愛くないですか。ザ・マリメッコって、メッコメッコメコメコ、ウニコ可愛い。コートとかも出してんだね。あ、まあフィンランドのブランドだからそうか。ニコ柄のコート、ニコ柄のシャツにニコ柄のデニムとか可愛いやん、可愛いやん。あ、面白い柄かける柄の組み合わせですね。あ、でも下もプリーツスカートもよく見るとニコ柄で、大きさの違うニコ柄を重ね合わせてる形ですかね。ケチ君の好きなセットアップです。かわいい。あ、いいですね。やっぱこういうあのいろんなサイズのモデルさん使ってるのもなんかマリメッコらしいなと思いますね。あら、このワンピースもかわやん。ダウン丸でよと、あ、ちっちゃいウニコ柄になってる。いいな、小花柄もかわいいですね。柄かける柄きた、大好物なのきた。お、こちらも柄かける柄ですね。ストライプかけるボーダー、こっちも大判のウニコ柄ですね。黒に黒プリントになってますかね。グッドガールっぽい着こなしもいいですね。あ、ちょっと立体的な感じになってる。バッグとこうしてます。バッグも立体のウニコ柄になってるから、あのお花のウニコの立体的なスカートですかね。こっちも立体的なウニコがついてるミニワンピースになります。フィナレです。モデルさんのルコちゃんです。ルコです、よろしくお願いします。今日はマリメッコ着てますけども、はい、今日のショーの感想をお伺いしてもよろしいでしょうか。いや、すごい良かった、本当に可愛かった。私マリメッコのダウンをあんまりちゃんと見たことがなくて、うん、で今回すごい出てきたじゃないですか、うんうん、ショート丈もロングも、うんうん、あとブラウンがちょっと可愛すぎて買っちゃうかもしれない。可愛かった、あのおきもねさんが着てたやつでしょ、はい、あれ可愛かったね。あれちょっと欲しいです。あれ誰か買ってください、私のために。今日の感想、はい、マリメッコの感想聞かせてください。なんかさ、正直秋冬のイメージがなかったんだよね。そうそうそう、皆さんなんかなんかほら、確かに、まあ、ちょっとライトなさドレスいっぱい出てきたじゃない、うん、あのイメージがあったから、うんうん、ああいう風に、ね、ダウンだったりとか、あのニットだったりとか、うんうんうん、で薄くても、ね、こうカットアウトで 3D っぽくなってたりとか、そう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 、なってた、そういうイメージが全くなかったから、ね、なんか思い以上にそう、うんうん、面白かった。あとデニム可愛かったな、ね、花柄、ね、フラワーガールズみたいな、リアルクローズで、うん、なんかちょっと違う感じで可愛かったです、うん、はい、明日はですねアンリアレージオームになっております。場所は、お台場のテレコムセンターですね。こちらです、どーん。アンリアレージはですね、前回のパリコレ動画見てもらえば分かると思うんですけども、実はパリコレやって20回目、その節目となる時にアンリアレージオームメンズバージョンですね、メンズを作ろうという経緯に至ったらしいんですけども、パリでちょっと聞いたんですけども、またレディースのアンリアレージとはまた全然違うアプローチでメンズを構築していくって聞いたんで、ちょっとどうなるか楽しみです。アンリアレージの A to Z も違う。あ、しかもアンリアレージは本当は大文字なんですよ。メンズの時は小文字になってて、こっち本当 A なんですよ、大文字の小文字の A になって、ロゴもちょっと変わってるってことですね。でも面白くない？オムなのに小文字で、オムなのにピンクなの、普通なんかこう気持ち反対じゃん。だから多分そこら辺も実は伏線張ってんだと思う。
今回はですね、スタイリングにスタイリストの鉄平くんが入ってるみたいですね。スマップ会にも出てたあの森永くんの盟友ですよ。会場はですね、すごい円形になっていて、そこをモデルさんが周りを歩くっていう形になってますね。もしかしたら小文字のアンリアレージの A とかけているのかもしれない。ちょっと考えすぎじゃないですか。やっぱり招待状にまたピンクのルックから始まりましたね。ボタン？ボタンだ。ボタンがすごいいっぱいついてる。アンリアレージの初期こういうシリーズだったんですよね。たくさんいろいろボタンつけたりとか装飾物つけるシリーズだったから、それを彷彿させますね。お花？何がついてる？なんかいろいろついてる。メイクがちょっと印象的ですね。あの道化のピエロみたいなのになってる。こちらもさっきと同じジャケットにスカートかな？前から見たらスカート、後ろから見たらパンツの仕上がりになってるんですね。あ、これなんかスタイリストの鉄平くんっぽい、鉄平くんっぽい感じのスタイリングだ。結構なハイウエストで履いたパンツ。このパンツ可愛くない？普通に欲しくない？ええやん。カラフルなパンツですね。服着てるんだか着てないんだかみたいな感じになってますけど、まあ、これもなんか鉄平くんっぽいスタイリングだなと思いますね。スカートオンスカートみたいな。レディースに比べてメンズの方がリアルクローズに近いというか、まあ、確かにあの一個一個のアイテムは飛ばしてるんだけれども、あの着やすいアイテム、日常使いしやすいアイテムが多いかなと思いますね。メンズレディース両方使える仕上がりになってるなと思います。こんなん可愛いやん。こんなん普通に自分で今着たいやん。このピンクのパンツとかモハモハパンツ可愛いやん。細めのこのパンツあるじゃないですか。めちゃめちゃ実は形綺麗ですね。なんか柄とか色に心を奪われがちですけども、すごいいいシルエットになってるのがメンズの特徴かなと思いますね。これどうなってるんだろう。あ、リーボックコラボじゃないかな。もしかしてあのパリで見た時の、 あのリーボックコラボと踏襲してるんではない。あ、モンマリーバック来た。ポンプフューリーが来たよ。ジャケット可愛いですね。ニットじゃ、ジャンパーに見せかけてこれニットだ。あ、足元もポンプフューリーなんですね。今気づきました。クロス編みみたいな感じのトップスですかね。すごい大きいクロスステッチがデザインになってるジャケットですね。ほらキラキラしたのなんて私絶対大好物やん。このバランスいいですよね。あ、テンション高いの来た。これ10メートル先から来ても分かるやつですね。あの音がするから、あの猫の鈴ですね。じゃらついてんね、じゃらついてんね、じゃらついてんね。でもこれが森永くんの原点ですからね。たくさん美は細部に宿る、どれだけ細かい仕事をしたかのが森永くんのこだわりの一つとしてあるので、それがその集大成の一つではないかなと思います。今アンリアレージのショーを見た後だと思うんですけども、はい、感想をぜひお二人お伺いできますでしょうか。はい、もう本当にもう感動しましたね。もうこれにつきますね。一番初めのボタンのやつから始まったんですけど、それが本当にもうめっちゃ近くで見た時にすごいなんか重量感っていうか、その、うんうん、なんかキラキラした感じがすごい良くて本当に感動しましたね。キャップがめちゃくちゃ印象的で、何個も重なってるようなやつあったじゃないですか、うんうん、それがすごいインパクトあって、今回のファッションウィークの中で私一番良かったなと。良かった、私の中で。ありがとうございます。
アンリアレジンス着てますけども、はい、色変わるシリーズですね。そうです。ちょっとここが黄色っぽくなってたりとか、はい、紫外線を当てると色が変わるので、うんうんうん、面白いですよね、はい、天気がいい日はもう一瞬でバッと変わるんだ。変わります。なるほど、はい、じゃあ今回アンリアレジンスファンだと思うんですけども、はい、ゴム見て感想どうでした？いやもうなんか呼吸がずっと止まってて、見てる間そんな特技もないなんかもう本当に息を飲まれるようにすごい引き込まれたんですけど、うんうん、もう本当に全てがもう毎回毎回心の中で拍手をして見ていました。なるほど。なんか印象的なルックとかありました？服の形を剥ぎ合わせた服がすごい可愛いなって思ったんですけど、うん、なるほどよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ明日もあるんですけども、明日はデニムランですね。もともとツイードランっていうイベントがあって、ツイードを着た人たちがあの自転車で街中を歩こうっていうイベントがあったんですけども、それがコロナを経ての久々の復活で、ツイードではなくてデニムでみんなであの街を東京中をライドしましょうみたいなイベントがあるみたいで、あのかっこいい紳士がいっぱい来るということなので行ってみたいなと思います。はい、今日デニムランが始まっております。今ちょうどオープニングセレモニーなんですけども、デニムオンデニムの人が多いですね。デニム好きとしては燃えてきてますけれども、それぞれデニムのおしゃれ楽しんでる感じですね。どれ半どれ半ぶりにあのまた東京であのこの催しができることになりました。まあ、今回は赤坂から出発して丸の内に行って、最終的には原宿に戻ってくるっていう、おしゃれも楽しんで東京の魅力を味わっていただく。ちなみに今日何着てる？今日は、ケイスケ神田のデニムと、あれですよ、517と、スタイリングのシャツとビューティフルシューズの靴ですね。はい、よろしくお願いします。はい、来た来た来た来ましたよ。今皇居前です。皇居前です。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。半分くらいです。超デニムの一派が来た。わー、行ってらっしゃい。お疲れ様でした。結構いる。お疲れ様でした。皆さんちょっとお疲れですね。リアルお疲れですね。この自転車だと疲れそう。あ、確かに。すげえ。デニムランお疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。はい、デニムラン面白かったなと思いましたね。あの久々に私も一緒に走ったんだよね。だからなんかこう一人で走ることは多いんですけど、みんなで走るっていう体験がないから、なんかね、高校生時代を思い出しました。秋もやるかもしれないとか言ってましたよ。後編はこれで最後になりますけど、はい、どうでしたか？このシーズンはいつにないくらい、その東京のファッションウィークのコンテンポラリーゾーンがすごい充実したあのファッションウィークになってるんじゃないかなと思います。特にレディースですね、実力派がどんどん育ってきてるんだなっていうのを感じますね。一番良かった賞は何ですか？選びにくいなって思ってる。今回はクイズにしますさあ、私はどの、ブランドが一番だと思ったでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでもらえたらと思います。その答えはさ、その次の、今回のその次の動画の概要欄の独り言に書き込んでおくことにします。ちょっと考える時間をください。ちなみにアケピョロは何が良かったんだい？僕ですか？うん、僕もクイズにします。あ人のやり方取ったじゃあ次、アケチ君の独り言も入るんだね。はい、そうですね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。